道民の皆様、そして本堂を訪れる方々、手洗いやマスクなどの基本的な感染予防を改めて徹底をしていただきたい。昨夜、道庁で開かれた緊急の会議。道内初の新型コロナウイルスの感染者が確認されたことを受け、知事は相談体制の構築と観光などへの影響を把握するよう指示しました。感染が確認されたのは、中国武漢市から道内観光に来ていた女性です。今月21日来日した女性は都内に宿泊、22日から3人で道内に入り観光しました。その後26日の夜に発熱し、翌27日に道内の医療機関で肺炎と診断されました。日本ではマスクを着用していたということです。あさって札幌では雪まつりが開幕します。秋元札幌市長は、観光のキャンセルなんかも出てるでありますので、感染の拡大ということを防ぐということに加えて、経済的な影響、こういったことにも対応するように指示をした。一方、旅行者のキャンセルなどが相次いでいることから、道は本庁と振興局に相談室を設置、事業資金の融資も行い支援をします。